かい練習ができるようになったので、その全体で隠れてた部分とかが表に出て、一人一人がしっかり吹くっていうのができるようになったと思います。平日が1時間半、土日がどちらかの2時間、もう合奏で全員をもし広く取って座れたとしても、はい、みんなでバーンと合わせて通すだけみたいな、はい、そんな練習になってしまって、大味な、大雑把な練習になってしまって、すぐ終わってしまうと。課題曲2曲練習していたんですけども、それと自由曲の3曲は、とっても2時間ではたどり着かなくて、この5月、6月は本当に難しかったです。